はい、こちら天神の塔でございます。はい、こちら天神の塔という場所です。天神の塔というのはね、沖縄師範学校の男子学生によって結成された決死隊の鉄血勤皇隊を祀った日だそうです。で、鉄血勤皇隊は伝令とか通信、切り込み、爆弾を背負っての特攻などを行ったと言われており、まあ、伝令とかも複数名に同じ伝令を持たせて一人がたどり着けばいいやというような扱いで、結構過酷な扱いをされていたようですね。まあ、姫百合の塔が女学生に対して、こちらは男子学生であると。で、賢治の塔の裏手には賢治の学徒が自決した号があり、この号に追い詰められた時に軍から解散命令を受けて切り込みに出撃する者とか手榴弾で自決する者、米軍の火炎放射を浴びて亡くなる者など多くの犠牲者が出たと。その中には納骨堂が作られておるということですね。で、賢治の塔以外にもこの道にいくつか碑がありますね。風舞台の碑とこちら書かれております。こういう形で慰霊碑がいくつもあるんですかね。少なくとも、沖縄平和記念公園の中にはかなりたくさんの碑があるようには見受けられましたけども、そちらが、賢治の塔の公衆トイレだそうです。あ、ここにも何か碑がありますね。独立救法第一連隊戦没英霊の碑だそうです。あー、なんか慰霊碑の形がミサイルみたいな形してる。あー、こちらお名前県別一覧が書かれておりますね。ここはその賢治の塔に行く道すがらにもいくつか碑がある感じなようですね。ああ、海だ。海が見えるわ。ああ、この辺も。これはガマだな、裏側にあるの。参拝記念の碑とかがありますね。慰霊碑、こちらも参拝記念碑。こちらが、賢治の塔という場所ですね。はい、こちら賢治の塔でございます。ここはですね、霊感がある人が行くと霊が見えるとか、訪れた女性が何者かに憑依されて断崖絶壁の方へ導かれ飛び降りる寸前で、まあ、助け出されたみたいな話があるようですね。なんか丘がありますね。この裏手側に号があるという話ですけども、
この辺がそうなんですかね。ああ、はあはあはあ。ああ。五ですね。暗い。あ、慰霊碑。納骨堂さん、こちらが。はい、トイレのあたりまで戻ってきたので、ここからさらに下ってですね、浜の方に降りたいと思います。うお、道が結構あれな感じですけど、めちゃくちゃ塩の匂いがしてきた。はい、こちら、賢治の塔の浜と Google マップ上に書かれていた浜辺になります。塔の入り口というのが書いてありますね。合祀者12,000柱。ああ、南明の塔と結構新しめですね。ああ、こちらむしろ側になってますね。十虎の諸人の御霊、とわに神静まりませと祈りつつ、我この日を捧げ祭る。それが我慢になってますね。ああ、こちらも結構奥まで行けそうですけど、行くのはやめておきましょう。の、はい、そんなわけで、沖縄師範賢治の塔、こちら賢治の塔と書かれてますけども、見てまいりました。この裏側には、納骨堂もあって慰霊をされておりますけども、まあ遊び半分で来たりして御霊騒がせることがないようにというふうに思いますね。そんなわけで賢治の塔でした。